皆様こんにちは。大分市の別宝自動車整備工場と申します。本日は、ホンダザッツの保証の修理の入庫をいただきました。平成18年の初年度登録のザッツなんですが、約14万キロぐらい走行しております。昨日オーバーヒートして、路上で立ち往生したということで、ご相談に見えられました。担当の工藤さん、今の整備状況いかがでしょうか。はい、オーバーヒートしたということで、今点検の結果、ラジエーターの水が、なってですね、このウォーターポンプ、はい、ウォーターポンプの故障ですね。この部分ですね、水が漏れてましたから今交換作業を進めています。はい、結構今回部品がいっぱいいりそうですね。タイミングベルトを外さないと、これウォーターポンプの、はい、タイミングベルトで回ってるもんですから、はい、この辺を分解しないと交換できないもんですから、はい、この辺を全部分解しています。結構時間かかりますね。はい、ご苦労様です。じゃあ引き続き、もう時間の方は私の方からお話をして、きちんと整備するので時間をくださいというお話を相談しますので、はい、完璧に仕上げてください。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。